はいえー、さっき紹介いただきました岡山市立オリエント美術館の資格と言います、えー、よろしくお願いいたしますえー、私はですね西アジア考古学を専門としておりましてえー、特にですね近年ではササン町のカットガラスを中心に、えー、日本にはですね非常にあのたくさんのですねガラスのコレクションというのはあるんですけどもこれらはのがどのどこでどのように作られて日本に運ばれてきたのかなとかいうような ことを考えている過程でですね国内外の博物館資料の調査などをさせていただいておりまして、まあ、今回はですね縁あって、えー、沖ノ島のカットガラスの調査にも参加させていただいたということで、これまでの私の調査の成果についてお話をさせていただきたいと思います。えー、っと画面の共有をさせてもらいます。 えーと佐山町のおにおけるガラス容器の生産と流通ということで、お話をさせていただきたいと思います。で、えー、私のお話の内容なんですけれども、沖ノ島のです出土のカットガラス片を理解するうえでの2つの大きな問題があるんだということを先にお話しさせていただきます。これはですね、高校遺物と高校美術品の違い。 ということですこれは非常に重要なことなので、えー、きっちり理解しておかないといけないかなと思っております。それから、あ特にですね、カットガラスです。カットガラス特有の製作工程というのが存在しておりまして、えー、こういったプロセスを理解しないと、沖ノ島の特にカットガラスに対する理解というのは少し歪んだものになってしまうんではないかということを、まず最初に。 お話しさせていただきます。それから、佐山町のガラスの考古学ということで、これまで,です、ね、あまり知られていなかったあのメソポタミア出土の佐山町のガラスを調査した成果について、その一部をお話しさせていただきます。そして最後にまとめといたしまして、それでは今問題になっている 沖ノ島のカットガラス片がどこでどのように作られたのかというようなことに対する予察というお話をさせていただきましてその後にですね安倍先生それから村口先生なんがお話しされます科学分析に至るお話の前の文系のお話をさせていただこうと思っております。 さて、えー、この沖ノ島出土のカトガラスなんですけれども先ほどお話しされました福島先生のお話の中に,にその概要がお話しされておりましたけれども第1回2回の調査で別々の調査で見つかった2辺がですねくっついて、えー、この楕円形の形の 浮き出し円形切り口の持つガラスが見つかったというのがですね1958年にですね、えー、発掘報告書が出版されます。それからですね2年後なんですけれども、今度はですね東京大学の深井真治先生が、沖ノ島ルリワン編断片口という論文の中で、イラン北部由来品に類品があっ でえそれはイスラム以前のものだからきっと、ササン町のガラス、すなわち、えー、沖ノ島のおカットガラス片というのは、ササン町のガラスであろう、カットガラスであろうというふうに一番最初に言われたわけなんです。えー、ところが、ですねこれに大きな問題がありました。というのが、ですねすみません、えー、沖ノ島出土のおカットガラスの破片というのは、破片ではあるんですけども、他の遺物、 どこの遺跡から何と一緒に出土したのか、どことくっついたのか、そういったことが分かる考古学者が発掘して調査をして見つけてきた資料なんですけれども、深井先生がその類品が存在するといった堆肥資料というのは、こちらはイラン北部ギーラン州で、えー、見つかったといわれている。 伝聞情報しかない、いわゆる洞窟品だったということで、洞窟品というのは考古学者が調査していないものですから、考古学情報をすべて喪失しているんですね。ということで、考古資料を理解するために参照した資料というのは、 単なる美術品としての扱いを以上の扱いが難しい資料だったということで考古学的にはですねほとんど情報がない状態のものと比べてこういう問題があったということなんです。で、その後ですね、日本の高度成長とですね、イランがパレビ朝のイランが崩壊する過程と非常にいいマッチしていたものですから、多数のですね、洞窟された ササンチのガカットガラスイ、イラン北部のギーラン州出土といわれている資料が大量に日本に入ってまいりました。こちらはですね私が今から十数年前にオリエント美術館で開催した展覧会に出品いただいたカットガラスなんですけれども、この時にはです、ね、30点、40点カットガラスを展示したんじゃないかなと思うんですけれども、こういった資料です。皆さんも博物館に行かれると 展示ケースに展示されている砂山町のガラスとされている資料、ほとんどすべてが、いわゆる洞窟品、盗難品ではないんですけれども、洞窟品という考古学者があ発掘によって発見したものではない、考古資料でないものであって、どんなに美しかったり、きらめいていたとしても、それはですね。 高校資料ではないので、えー、なかなかその参照してです、ね、研究するというのは難しい資料だということなんです。で、えーまあ、この,度のですの、ね、研究の非常に大きなあことというのは、あ高校異物とを扱う高校学者と理系の研究者があ分離融合の研究をして、 それをですね、その発掘品との橋渡し研究をしたというのが非常に重要なことになってくるんだと思います。ガラス生産には、一次生産、二次生産、英語ではグラスメイキングとグラスワーキングと言いますけれども、ガラスの原料、先ほど中井先生がお話しされました原料を高温で溶解させて、ガラスのです、ね、原料を作る原ガラス生産と、その原ガラスをさらにですね、溶融させて、 こういった吹きガラスですと、お皿の取って、先に取って、えー、空気を吹き込むというような製品化の作業を行う必要があります。でえー、古代においてはですね、どちらも高温を操る仕事でありますから、まあ、同じで場所で行われる場合もあるんですけども、時代が下ってきますとですね、一次生産と二次生産というのは別々の場所で行われて、えー、ガラス容器が作られるということになったりするんですけれども、問題はこの、その先です。 おすいません、えー、とグラスァーキングの前に、ですねグラスメイキングのお話です。こういった見えない領域です、えー、ガラスははを溶かしたときに、えー、出てくる不純物とか、そういったものをですね見えない部分の研究をするのが分析科学ということで、先ほどの中井先生、を次に発表されます阿部先生、それから福島先生、こういった方が共同でですね分析をした、するような作業をされる で私たちはですね、これまで、えー、博物館資料のこういったあ伝来のよくわからない資料について、えー、分析することによってこの破片の高校異物です破片の高校異物はもう、頭部の破片ですと。まあもうあの 視覚的な情報というのはほとんど残っていないんですけれども、博物館にある資料というのは、あ色や形もちゃんと残って誰が見てもササンチョウのカットガラスですねって分かるんですけれども、破片になってくるとどこの何か分かんなくなる。 でえー、統合することによって新しく理解、この2つ、博物館資料とそれからあこういった高校資料を橋渡ししようとする研究をずっとやってきたわけです。で、問題はすいません、先ほどお話しかけたことなんですけれども、ガラスを作るには2つまた工程がありまして、ホットワーク、それからコールドワークという工程があります。 でこれはですね、えー、ホットワークというのはまた加熱をさせて容器を作る過程です。これはですね、高温を操ることで、当時のです、ね、ハイテク産業に分類されるううことになります。一方でですね、コールドワークというのは、カットだったり、金彩だったり、その後に、えー、この製品に対して施される二次的なあ加食と書いてありますが、装飾のことです。この特ににカットにつきましては あ石の容器を作ったり削ったりするような非常に古い時代からあ伝統的なあ工芸技術をそのまま応用することが可能であって、も当時としてもですね、もうローテクの産業として、えー、位置づけることができます,なわちですね。ね ガラス特にカットガラスにおいては、話を作る作業、それからそれについてカットをする作業というのは、全く異なる技術を用いてい、これをよく認識しておかなければいけないということになります。 でにもかかわらず、ね、見える領域を扱っている考古学の領域にあってはです、ね、こういった破片を分析する研究するにあたりましてどうしてもです、ね、正倉院に収められているハクルリワンのイメージがくっついてきてこの。 これらもです、ね、カットが入っているから、ササンチのカガラスに違いないということになっているんですけれども、破片情報です、これを復元してもです、ね、どんな器の形なのか、なかなか断定的に理解するのは難しいような状況になっておりまして、このカットだけを手がかりにです、ね、ササンチのガラスだっていうのは非常に危険だろうということなんです。さらにです、ね、この技術的に異なった作業でありますから、 これらを、ね、ガラスの器を作ってからカットをするまでの間に時間差や地域差が存在する可能性、こういったものも考慮しないといけないにもかかわらず、短絡的に正倉院の円形切り子湾、コロリの湾の調査、成果に引,っ張りつき引,き引きずられている、こういった状況があるという問題があるかと思います。 で、えー、そうなってくると、ですね今度また、あもうそういったあ比較対象として、えー、考古学の範疇ゅうを超えてしまった洞窟品を扱っているけような現状にあって、ですねこの沖ノ島のお出土の破片の類品というのが、中国、そしてイラン北部から出土しているということになっていますけれども、これらは、 お墓に服装された資料ということになっておりまして、お墓に服装するという行為は、現世における使用の最終段階、一番最後の段階を伝えているということでありまして、こちらのです、ね、中国出土の資料というのは、お墓にです、ね、お葬式をされた年代が、記念名が残,母子が残っているんですけれども、この時代までに、 中国にやってきたということは言えるんですけども、じゃあいつどのようにって、それより以前の情報というのは存在しないんです。ということで、この移動や伝説といったお墓に服装されている資料の研究の難しさというものがを考慮する必要があるかと思います。それから、かつて制作地と考えられていたイラン北部と言われている地域というのは、実際にはです、ね、消費地だということが今言われておりまして、その制作地とされている メソポタミア地方のササン町のガラスの状況っていうのは、今からです、ね、100年、200年、150年くらい前でしょうか、19世紀末、20世紀初頭のイギリス、大英帝国の時代にですね発掘したような資料が大半であって、制作地のですね情報の開示というのはあまりされていないんですね。ですから、どのようにしてガラスが、どんな形のガラスが作られていたのかっていうことは、なかなかよくわからない。 こうした中でですね、私たちは短絡的にササンチョウのガラス、ササンチョウのガラスという単語だけが非常にいい一般に流布している状況という問題があります。さらに、先ほど紹介しましたように、カットというのは製品に対して施す二次的な装飾である、二次的な加飾であるということを言いましたけれども、だとすれば、 移動する途中のですねシルクロードの間に、いつでもどこでも施すことが、しかもですね石のを加工する技術の転用が可能だということであれば、積成品を作る職人さん、石工さんがいればこんなことできるんじゃないのということになってくると、本当にこれがさ山頂のガラスと言い切っていいのかっていう問題があ,あるということになります。 でということで、ですねじゃあ、ササン朝のガラスを考古学的に検討するということになってくると、なかなか障害が発生するんです。それはですね、えー、その現在のイラクというのは、あご存知の通り、ちょっと国が乱れていたりとかして、なかなか調査に入ることはできないし、イギリスがですねかつて統治、この地域に勢力を持っていた時の資料というのは、大博物館には。 存在しているんですけどもちょっと発掘の仕方がですね古い時代の 調査ですからなかなか難しいということがあるんですけれども、私たちはですねそのイギリスの大博物館に保管されているササンチのガラスの調査というものをですねやってみようというのが、ですねイラン北部はお墓のから出土した、お墓から洞窟されたと言われているんですが、メソポタミア出土のササン町のガラスでゃない、メソポタミアのササン町の都市遺跡から出土した遺跡が多くありまして、当時、 どのように使われていたのか、一般の人の社会でどのように使われていたのかというのは反映されているだろうということで、ですね佐山町のガラスの。お 大博物館所蔵のののガラスの調査を手掛けることになったんですで、えーまあ、この佐山町のガラスというのはもう19世紀中からです、ね、知られてはいたんですけれどもあの先ほどの深井先生が佐山町のガラスを発見再発見する1959年までというのはあまりその注目はされてなかったんですけれどもこの中で,です、ね、これまでの発掘報告の中で一番重要なのがあこのウェフ・アルダシール遺跡出土品になります。 でこのエフ・アルダシールという遺跡はササン朝の都であるテシフォンの 対岸、ジグリス川の対岸に位置していて、アルダシール1世がです、ね、3世紀前半にそれまでなかったところに町を作ったということなので、3世紀以前の文化層は存在しないのそれ以降のです、ね、ササン町に入ってからの文化層だけが存在している、しかもです、ね、創意的に発掘されているということで、いろんなガラスの地形が分かってきた。 でえー、さらにです、ね、こちらなんですけれども、このサ山町のガラスは、後にです、ね、近年になって、えー、詳細な分析がされておりまして、その分析の成果からです、ねえー、ガラスの素性がです、ね、時間的な変遷が終えるということまで分かってきているんです。で重要なことはです、ねえー、この4世紀に入ってから、サ山町のおガラスの装飾技術というのは、カットが中心になってくるということが分かってきて。 でえこれがですね、えー、このお佐山町のガラスのレパートリーと言われているものなんですけれども、おこういった小型の高油瓶と言われている壺からお酒を飲む容器、それからこういったああ壺のような細くみの壺のようなものからカットが入っている資料までということになっているんですけれども、でまあ、これを皆さん参照して研究はしているんですが、問題はですね、えー、この佐山町のお都中心の1遺跡が。 全メソポタミアの様相を代表しているのか、これだけで全てなのかという問題があります。でこれを克服するためにですねその私たちは大博物館のメソポタミアの他の組織で出土した遺跡の出土品というのを調査いたしました。えー ほとんど大博物館に所蔵されている佐山町のガラスの大半はもう見てきたんですけれども、お結果がこんな感じです。えー、先ほど言いましたような小瓶のたい首の長い瓶から水差しのような形、それからお椀の形、そして正倉院タイプの円形切り粉、お椀のんの形まで、えー、ウェフとアルダシール、先ほど見ていただきましたウェフアルダシール出土品とあまり変わらない。 といいうここが分かってまいりまりしたこれでですすねその写真です、まあ、見ていただきますと、かなり風化していて、ササンチョンのガラスというのは風化する,するとです、ね、真っ白になってきて、だんだんボロボロになってくるというのがあササンチョンのガラスの特徴なんですけれども、おまあ、こういうようなあ状況を見ますと、博物館に、美術館に展示されている資料というのはどれだけ、えーまあ、状態がいいものなのかというのが分かっていただけるかなというふうに思います。 でこれは少し参考程度に聞いていただければと思うんですけれども、あの出土、大博物館の所蔵品をです、ね、機種ごとに、器の形ごとに並べてカウントした表になります。一番多いのが、ここに見ていただいております、小型の壺の類、紅油瓶と思われるんですけれども、こういったものが大半を占めていて、2番目に多いのがお酒を飲む。 小さなボールお椀の類ですこの中のいくつかに厚手の資料があって、それらにカットが入っている。でその他はです、ね、こんな風になっておりまして、えー、もうほとんどすべてが交流便ということを考えますと、こういったカットが入る、沖縄島の出土品のようにカットが入るタイプの容器というのは、極めて少ない生製品ということが ああ高級な資料であるというようなことがああ推察することができるかと思います。で、えー、ではじゃあそのダ博物館に所蔵されているカットガラスってのはどんなものがあるのかと。 を見ますと、ほとんどすべてが、この正倉院のカットガラスのようなあ円,円形のですね面カットガラス、ファセットガラスカットというんですけれども、こういったものがあほとんどすべてであります。ただ、見ていただき、比較していただきたいのは、この正倉院の所蔵品、それから年、ね、暗換料から出土したと言われているもののガラスがですね、大体大きさも同じでカットの特徴もよく似ているから、 ああ、お、佐山町のですね、宮廷直属の工房で独占制作されていて、 それがですね東東方に輸出されたみたいなことがよく日本のお書籍には書かれてたりするんですけれどもこれを見る限りあのメソポタミアの状況を見る限り大きさも結構まちまちな上にカットもですねこの小僧の拮抗状になっているまでほとんどなくってかなり隙間があるような資料が大半ということを考えるとなかなかあ日本で理解されてい いるようなあー律法本の作品っていうものが本当にあったのかなっていう気が私はしております。 で、えー、ちょっとすみません、地図が違うんですけれども、ササン町の領域の中で、じゃあ、どういうガラスが出土しているのかということで、えー、特にですね円形キリコ湾、焦燥ンタイプのカットガラスに注目して、えー、ドットを落としたのはこちらになります。この四角い黒いのがですね焦燥ンタイプのカットガラスが出土したあ遺跡なんですけれども、これ見ていただきますと、えー、このメソポタミア。 ですササンチのガラスが作られたと言われている出土が集中している地域にも結構たくさん分布しておりますし、それからあーイラン北部からコーカサス地域と言われているところにもこの四角い糸が落ちています。で、それ以外にです、ね、このシルクロードのメインルートと言われているこのゴルガン平原を抜けて、中央アジアに抜けていくこの地域が、まあ、2隻出てるんですが、それ以外のいわゆるイラン高原です。えー、イランササンチの経済的なあ中心と言われているイラン。 南高原においてはほとんど出土していないという状況が見て取れるかと思いますさてそれではですねその沖縄の,島の出土品のような浮き出しキリコっていうのはどこで出土しているのかっていう話なんですけどもおこのイラン区のですねキシュという遺跡です のまあ、かつてはです、ね、宮殿紙からって書いてあるんですけど、まあ、あの大きな大邸宅から出土したガラスと言われているものの中にです、ねえー、カットガラスがたくさんあるということで、えー、イギリス・オックスフォード大学のアシュムレン博物館、調査させていただきました。でこの遺跡のです、ね、円形切り子、まあ、大半が円形切り子なんですけれども、小倉院のような実行所になっているような、まあ、資料というのが見られる。 そして、えー、中にはですね、えー、っと上賀茂神社の境内で表面採集されたと言われてる二重円形切子の破片、それからこの1点です、これはですね、もしかすると沖ノ島タイプあのその浮き出し円形切子湾の底部かなって思うような資料です。もしかするとこれは二重円形切子湾の底部かもしれません。この厚さを深め比較してみると非常に分厚いっていうのが分かっていただけるかと思うんですけども、で紀州遺跡っていうのは、まあ、先ほどの紹介しました。 ししましたフ・ F. アルダーシールというのは6世紀ぐらいになってくる5世紀後半6世紀になってくると洪水で、えー、都市機能が失われてしまって人があまり住まなくなるというふうに言われてるんですがこのキシュという遺跡につきましてはその後のイスラム時代の文化層まで残っていてササン朝の後期の状況をうまく残しているんだというふうに言われておりますから。 あこの紀州のこの浮き出し円形切り子のようなもの、それから二重円形切り子のようなものがちょっと含まれている姿を見ますと、どうもですね、ササン町の後期、やっぱり6世紀とか7世紀とかいうような時代に、こういった厚手のカットガラスに深い切り込みを入れる浮き出し切り子というのがあ非常に流行したようなことが見えてまいります。 さて、えー、このおササンチのガラスが出動する中心地域をおと言われているところ今、この楕円,で国でほい楕円で示しておりますけれども、やはりこの地域というのは、メソポタミアというのがガラス生産と利用の中心ということが言えると思うんですけれども、いでこ都市遺跡から出動しています。一方で,です、ね、イラン北部からコーカサス地域というのは、多くがそのおほぼからの、 出土というふうに言われております。で、えー、この地域ではですね。どうもう消費地ですね。実際には作っていない地域でありますから、少しずつですね。維新剤かお宝物と。 宝物化が進んで、いた可能性があるで、そういう中でですね、えー、カットガラスがたくさん出てくるところを見ると、見た目もですね、えー、宝物のようになってほしいと、豪華であってほしいということで、さまざまなカットガラスというのが含まれる傾向があるのかなということが言えるかと思います。 一方で,です、ね、これをこう生産の観点から見ますと、メソポタミア地方ではです、ね、ガラスをの、原ガラスを作って、ガラスの器まで作って、さらにです、ね、カットまで施すという作業が行われていたことは、ほぼ間違いないかと思うんですけれども、一方で,です、ねえー、この特徴的な分厚いガラスを彫りくぼめる浮き出し切り子みたいなものっていうのは、あんまり出土しないところを見ると、 どうやらですね、一方でこの高架札からイラン北部については、そういった資料がたくさん出土しているとされていることを見ますと、どうもですね、もしかするとこの地域には、そのガラス容器を,を,を作るんではなくて、カットですね。 だけを占領する工房があってそういった豪華なものを欲しがるお墓に埋めるというか、に親財化した宝物化したものにさらにそういう見た目を求める人たちのためにカットを施してあげる、そういうような工房があったかもしれないなということを今、私は考えております。 ということで,です、ねえー、まとめということで、佐ササン,ササン町におけるガラス料金の生産と流通ということで、えー、これまでですね、佐、えー、ササンガラスが 作られた生産地というふうに考えられていたコーカーサス、イラン北部、ギーラン州と言われているところは、やはりガラス容器の消費地でしかなくて、実際にはあガラスを作っていたガラスの容器を吹きガラス工房、ホットワーク工房が存在していたら間違いなくメソポタミアだろうということが言えるかと思います。そこではですね、えー、小型の紅、うん、油瓶のようなものがあほとんど全てであって、えー、お酒を飲むような。 あカップというのは非常に少なくって、その中の厚手の容器の中に二次的な加工としてのカットガラスが存在していた可能性があるということが言えるかと思います。一方でですね、コーカサスやイラン地域では、あからイラ,ンイラン北部地域ではあ、メソポタミアには見られないような珍しいカットガラスというのは結構たくさん。あ 出土しているので、もしかすると、この地域の要望に応えた、そういった特殊な要望に応えるためのコールドワーク工房というのが存在していた可能性があるかなということが言えるかと思います。で、これらはですね、これら、これまで操作してきた遺物というのは、大博物館の資料も含めて、何世紀頃に何がと一緒に出土したかというような、詳しい考古,古学的な情報を持った資料 というのはあんまりないので、こういう分布論的な、どの地域、地域ではどうだったのかというようなああ理解しか進められないんですけれども、まあまあ、先ほど紹介しました、奇シ遺跡です、イラン、えーと、イラクにあります、奇シ遺跡はあササン朝の後期からイスラム時代に近い頃まで遺跡がずっと継続していたということになると、先ほど言いましたように、分厚い、えー、ガラスをですね、えー、掘り込んで、えー 浮き出し円形切り口を施すようなあ作業というのは、やっぱり砂山町の後期になってから一般化するということぐらいまでは言えるかなというふうに考えています。 でそれではです、ね、じゃあ最初のにお話をいたしましたこの移動途中、どこでもカットが真似して入れられるじゃないかというちょっと意地悪なあ説問をしてみましたけど、これについてもう一度考えてみたいと思います。でえー、この今回調査させていただきました沖ノ島出土のカットガラス編なんですけれども、お先ほど福島さんのおビデオの中では、あー 気泡ががたたくさん入っていいるとううような表現がありましたそれはですね、1958年の報告書からずっとそのように書いてあるんですけど、今回、えー、じっくり熟卵させていただきますと、この沖ノ島の湿度ガラスは表面がですね、すりガラス状になっていて、あの傷がいっぱい入っているんで、表面から見ると、なんとなく気泡が入っているように見えたりするんですけれども、実際にですね、 各所に細かなあ家系がありましたそこをルーペでよーく見てみると、気泡ってそんなに、えー、大きくなくて、非常に細かな気泡があちょっとだけ入ってる、そんなにたくさんあるわけじゃないんですで。これは何を意味しているかというと、ガラスの処理温度です。ガラスを溶解させるときの温度が非常に高い、高温に達しているということなんですね。で一方、ですね報告書にもありますけれども、厚さです、全体の厚さが。 8ミリ程度もあるガラスを,を作っているということになりますと、これはですね、ガラスのゆっくりゆっくり冷ます、除霊っていうプロセスがあります。このゆっくり冷まさないとガラスっては急激な変化に弱い物質ですから、急速に冷やしてしまうとか、にンって割れてしまうんですけれども、そういう,う細かなノウハウを蓄積している。うん ということが読み取ることができるかと思います。すなわちですね、非常に高い技術を持った、高度なノウハウを持った地域でこのガラスの器が作られたということが想像されます。それから削る技術を見てみますと、5ミリほどもある浮き出し切り粉を 作るということは、習熟した検索研磨技術というのは必要でありますし、一方で、ですね高付加価値化を意図した、維新材に求められる高付加価値を意識した技術が転用されていることを考えますと、このように、です、ね、こういったホットワーク、コールドワークっていう技術の作業というのは、この シルクロードを移動した経路の途中ではなくって、やはりササン町の領土内どこかで行われたじゃないかなというのが現在考えているところになります。で、その出発点であります、ホットワークを行うその前のです、ね、原画の一時生産についてより詳しくお話をしてくださるのが、次の安倍先生の発表ということになろうかと思います。えー、この今日はですね、えー さまざまな共同研究をさせていただきました皆さんに感謝して私の報告を終わらせていただきたいと思います。